減算方式、減算方式、または減算合成、減残合成、サブトラクティブシンセシスは、倍音を含んだ原音から、任意の倍音成分を引くことで新たな音色を作り出す音響合成の方である。フーリエの定理によれば、任意の周期関数は、正弦波の級数で表せる、フーリエ級数。これは、音楽の分野では、 任意の音色が気温と倍音で成り立つこととも還元できる。この理論を音響構成に応用すれば、どんな音色もその倍音構成と同様の周波数、位相、振幅の制限波を加算していけば禁じできる、加算方式。また逆に、倍音を豊富に含む原音を用意し、そこから倍音を取り除くことで目的の音色に、禁じさせることもでき、これが、減算方式と呼ばれる。 減算方式では一般的に原音には電子的な周期音やノイズが用いられ、減算には任意のフィルタ回路が用いられる。概念的には物理的な音響モデルであるソースフィルタモデルの類演として説明されることもある。ソースフィルタモデルは 元の発生メカニズムを正門など過信源と、正道など共鳴器分けて捉えるモデルであり、それぞれ減算方式での減音とフィルタに相当する。減算方式は他の音響合成方式と比較すると、新たな倍音成分は作り出せないが、大幅な加工にも音響を維持しやすく、人間にとって結果を想像しやすい特徴を持つ。また、フィルタ回路で、 比較的簡単に実装でき、多様な音源と併用できる。実際上には多くのフィルタ回路は、なだらかな特性を持つため、こうしたフィルタ回路の音色の造形能力も、同様に多かなものになる。減算方式を採用する典型的なシンセサイザーに、アナログシンセサイザーがある。アナログシンセサイザーは、発信回路で基本波形を生成し、フィルタ回路で、 バイ成分を削り取り、増幅回路で音量調整して出力する仕組みを持つ。これら発信、フィルタ、増幅の各回路、ベコ VC 回微子は、エンベロープジェネレーターやエレフォーといった回路からの変調信号によって変制御されることで、より楽器らしい音色変化を作り出す。アナログシンセサイザーの発信回路は、任意の音高の制限波、三角波、 コギリ波、ク区形波、パルス波、またホワイトノイズのような波形を生成する。こうした波形は、ベルのような金属音を構成する非正数自倍音を含まないため、複数波形の加算合成やリング変調が併用されることもある。アナログシンセサイザーのフィルタには、ローパスフィルタやハイパスフィルタバンドパスフィルタやノッチフィルタが用いられる。これらフィルタは、 遮断周波数が可変で、窮地を上げることで、遮断周波数付近を任意量共振、レゾナンスさせることができる。レゾナンスと遮断周波数の変調を伴わせることで、独特のスイープ音が生み出される、音声サンプルの例を参照。より特殊なタイプのシンセサイザーには、串型のコムフィルタや、人間の精度共鳴、超音の特性を模した、ホルマントフィルタ、 バウエルフィルタが用いられることもある。帯域別の並列バンドパスフィルタ、フィルタバンクを用いたものに、ボコーダーがあり、ボコーダーは変調用のボーカルマイク等音声を解析用フィルタバンクに通してスペクトル上報を取り出し、これをシンセサイザー等音声の通る合成用フィルタバンクの増幅制御に用いることで、ホルマントや摩擦音変化を反映した減算合成を行う。 現算方式は古くは1930年代のトラウトニウムやハモンドノバコードに採用された。トラウトニウムは1930年にベルリン芸術大学のによって発明され、ホルマンとを模した複数のフィルタを備えており、1932年に市販された。ノバコードは1939年に発売され、フィルタによる5つの帯域のミックスとブライトネスの調整。 キーボードトラッキングを備えていた。いずれもいくつかのクラシック音楽や映画音楽に用いられたが、商業的には成功せず、3から4年で販売期間を終了した。同時期の1930年代に母コーダーが音声通信用に発明され、1940年代にはの提案によって電子音楽への応用が模索され始めたが、実践的な利用は1969年に、 ブルース・ハークが自作のボーダー・ファラットを用いたが講師とされる。音楽用ボコーダーは奏でる楽器というより声を楽音に乗せる装置であり非常に高価であったが1978年には鍵盤、音源、マイクロフォンを一体化し演奏可能なボコーダーのが登場し15万5千円の低価格で発売されるなど手の届くものになってゆく。 1960から1970年代には、ソリッドステート、電圧制御式のベコ VC ビシーを用いたアナログシンセサイザーが、モーグ、アープなどから登場した。ウォルター・カルロスの1968年に雇みたイサオの月の光、1974年といったクラシックの本案作品に用いられて、世に認知され、エルプのキース・エマーソンらによって、 ロックミュージックにも取り入れられた。1995年にはクラビアによってデジタル信号処理でアナログシンセサイザーを再現するバーチャルアナログ音源が登場した。1970から1980年代以降はデジタルシンセサイザーの分野が発展し、減算方式は音色加工機能の一つとして応用された。その多くは アナログシンセサイザーの VCF を踏襲したものである。応用例には、RMA ハーモニックシンセ、1974年のデジタル加算方式や E、ミューエミュレータ、1981年などのサンプラー、コモドール64、1982年のシド音源、コルグ DW-6000、1984年の DWGS 音源、GS、 XGGM に規格のミディ音源がある。発言楽器や打楽器の物理モデリングの一種であるも、減算方式の応用とみなされることがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。